ビジネスフラッシュ。今回は2002年米国でのオープンを皮切りに世界22カ国で3000店舗以上を展開。今地球上で最も急速に成長するフィットネスクラブ、エニタイムフィットネス代表取締役社長加藤薫が登場。今回番組ではエニタイムフィットネス恵比寿店に訪れ、体験取材を番組 MC 菅原恵里がレポート。ぜひお見逃しなく。舞浜リゾート一望、スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ。ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さあ始まりました、ビジネスフラッシュセカンドステージ。皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。元気です。みんな元気だよね。もう伊勢さん、はい、で、はい、やっぱりサッカーに携わってらっしゃるので、うん、普段から運動してますか。僕はほとんどしてません。あれ、そうですか。歩いたり伸ばしたりはしてますけども、はい、走ったりジャンプしたり空飛んだりはしてません。空飛ばなくてもいいですけど。じゃあご自身のために運動はあんまりしてない。まあまあ、あの自分のできることで、僕はちょっと痛みがあるんで。あ、なるほど。できることはやってます。はい、素晴らしい。綾乃ちゃんはどうですか。私はあんまりできてないんですけど、うん、まあ、空飛んだりはしてます。怖いな。冗談です。ちょっと恐ろしい。もうやってるでしょ。この体型を維持するために。私キックボクシング始めたんですよ、実は。うわ、そうな。またそっち行く。いや、やっぱりスポーツをすると心身ともに健康になるじゃないですか。やはり心身ともにですね。日常的にスポーツって取り入れた方がいいかなと思うんですけれども、今回まずご紹介するのは、2010年に日本第1号店を出店してから現在全国におよそ120店舗を展開しています。こちらの企業様を30分通しでご覧いただきます。日々の仕事に追われる現代人にとって、生活の資本となる健康管理は本来重要なタスクの一つである。しかし現実には20代から50代といった働き盛りの男女が共に高い数値で運動不足を感じているというジレンマが長く存在している。そんな働きながら体も動かしたいという現代のニーズに応え、国内だけでなく世界中で1年365日いつでも利用可能なフィットネスクラブを実現し、その革新的な事業で新たな風を吹き込む男がここにいる。エニタイムフィットネス代表取締役社長加藤薫。既存のフィットネスクラブとは一線を画したジム特化型のビジネスモデルによって、安心安全な環境を低コストでサポート。世界で200万人以上を誇る会員数は、2010年に第1号店をオープンさせたここ日本でも飛躍的に増え続けている。今回は加藤薫をスタジオに招き、急成長を遂げるそのエニタイムフィットネスの事業戦略に迫った。日本では画期的ですよね、24時間ジム。24時間のね、授業ってのはいっぱいコンビニさんも含めてあったんですけれども、はい、やはりフィットネスで人がいないとか、いや夜中にやったって来ないだろうというのはね、まあ、皆さんの常識というんですかね、はい、があったので、逆に僕らは面白いなと思ったんですけども、うん、やっぱり夜間おられるもんですか。いや、これがあのピークアワーっていうのはあの店によって多少は違いますけれども、はい、もちろんあの一番多いのは夕飯終わられて、その後に見える方がいらっしゃる、うん、あるいは会社の帰りに寄るということで、うん、やっぱり7時8時というのがピークなんですけども、私も何度かあの真夜中にですね、まさに真夜中、行きますとですね、意外といるんですね。時にはあの若いママさんがですね、
夜中に走ってて、大丈夫かなと思ったら、子供を寝かしつけて、亭主に寝かしつけて、これは私の時間だというような方もいらっしゃいました。ご主人様もそうです、みんな寝かして私の時間だというね。えいろんな業種の、ね、方がいるし、まあ、奥様もそうだし ね、 ね、利用価値があるんですね、やっぱりね。ですからやっぱり24時間というのは我々の業界だけではなくて、やっぱり人間与えられた時間フルに使える、そういう場を設定するってことは僕はとってもいいことだと思います。セキュリティが担保されてれば。あ、そこですよね、はい。企業といいますか、アメリカからそのままエニタイムフィットネスさん、はい、日本にどう。アメリカで最初にできましたのが2002年、はい、あの2人、正式には3人いたんですけど、ファウンダー、今チャックとデイブって僕ら呼んでるんですけど、気安く、まあ、僕よりはるかに若いんで、でもその人たちがもともとは、まあ、よくある総合フィットネスクラブに通ってて、まあ、物足りなさと値段の高さがあったんでしょうね。で最終的にじゃあ自分たちが望むものを作っちゃえばいいじゃないかということでやり始めて、最初に2002年ですかね、ミネソタ州のところで第1号店が産声を上げまして、まあ、その後はもうトントン拍子で、こんなに早く出していいのかなという、昨年の9月でしたかね、世界で3000件店舗目をオープンしたという、これはあの他のフランチャイズでもないスピードです。ただ多くて早ければいいとは私は言いませんけれども、でもやっぱりフランチャイズビジネスとしてやったことない方が魅力を感じて、やっぱりやってみよう、でやった結果が出て、じゃあ私もやろうということで連鎖反応で続いてますの で、 であとシステムが単純、いろんなことやりませんから、僕らは安全安心、そして、まあ、日本で言えば 5S ですよね、が徹底した整理整頓清潔、そこを常にお客様というか会員様、僕らファンと言ってるんですけども、あのエニタイムをね、あのそういう方に提供することに集中してて、ですから物品売買とかあんまりそれはやってないです。ちょっと24時間はセキュリティの問題も含めて怖さありましたよね。まあ、普通はあります。特にあのノンスタッフアワー、要するに誰もいない時間が存在する。でもそこはあの今度、まあ、現場を見てもらえれば分かるんですけども、やっぱり 14,5 台あるいはもうちょっとのカメラで常に監視をしてて、まあ、でも基本的にはエニタイムっていうのは自己責任でやる事業であり、会員さんも自己責任でやるという、まあ、大人の話ですね。大人の社会の話なんで、我々もあの防止策は対策いろいろ、例えば、あの夜中に一人で来られる方にはあのなんていうんですか、ペンダントをつけていただいて、はい、まあ、転んだ時あるいは気分悪くなった時に押してもらえれば警備会社が来る、まあ、その時に一緒に救急車も来る、警察も来るという、やっぱそうなってるんですか、そこはきちんと担保されてます。そこまでやるっていうのは、まあすごいです ね、 そうですね。ですから徹底してますよね。そういう大家さん自体もね、例えば僕らものを借りてやってるわけですけども、その物件をやはり仮想にしても最初はね躊躇ありますよね。24時間まだ分かるけども誰もいないっていうのは大丈夫ですか。そうですね。でもこれはあの一つ一つの実績を積み重ねていってちゃんとなってますね。今まで本当に大きな事故もなく、まあ、ありがたいと思いますけども、中にはね転んで怪我された方はいらっしゃいますけども、それはちゃんとそれなりの処置をされてて、はい、あ、ちゃんとできたんですねという、あの転んだからには申し訳ないですけども、まあ、いい例として、実際にあの大事に至らなかったということも証明されてますので、最近はね、まあ、皆さんそういう質問もなくなってきました。積極的な事業展開で2010年には日本第1号店をオープン。現在国内に約120店舗を構えるフィットネスクラブとなったエニタイムフィットネス。世界中のユーザーから支持を獲得し続ける理由とは。エニタイムフィットネスさんの一番の売りっていうと改めて何だと思いますか。一番の売りはあの自由だということですよね、やっぱり。であとあのテクニカルな面を言えば、この鍵、この鍵一つで世界3200件が全部開く。これあの鍵、この軽い鍵なんですけれども、鍵、これをかざ す, すかあの行きますとドアの横にこういうセンサーみたいなのがありまして、そこにこれピッてやりますとですね、
その瞬間に入られた方の名前データが全部コンピューターに取り込まれまして、誰が何時に来たっていうのが全て分かると同時にそれが世界中で認識できる。え、すごい。世界中で認識できる。ですから3200件の店でその1個でどこでも入れるんでね。すごい。ですから出張行かれて、そういうことですよね。今それをどうさ、まあアメリカ行けば2000件あるで、オーストラリアが470-80件あるわけです。でもこれは逆が今起きてるね。外国の方が日本に、まあ爆買いの人ではないんですけども、はい、結構いらっしゃる時に日本のエニタイムに寄られます。ですから僕らの店ではバイリンギャルっていうのは大いに重要ですし、本当にいろんな言語が飛び交ってます。だこれはあの僕らが総合利用っていうんですけども、はい、あの最初にやったんで、まあ皆さんいろいろ世界中というわけはまだ皆さん行かないんですけども、競合の方たちもあの国内では取り入れる努力をされてます。まあいいなと思うんですけど、へえ面白い。なんかフィットネスクラブがワールドワイドになってるね、はい、主要都市を中心に展開してましたけれども、これからまさに本当に地方に出ていって、我々が一番やりたいこと、その地域への貢献、ですから皆さんね、その人がいないから出ない方がいいとかよくおっしゃるんですけども、人がいない何もないところにこそですね、僕ら本当は存在価値があるし、あの実現はまだしてませんけれども、具体的な話としてあるのが、まあそういう地方に工場というのは地方にありますよね、いろんな工場、そういうところでやっぱり社員のための構成施設の一部として使ってもらって、条件として私がお願いするの、もしやるんであればじゃあ地元の方にも開放してください、まあ、ただその辺はの保険のことでね、いろいろ難しいことはあると思うんですけども、でもコンセプトとしてはね、そういうないところにそういうものを作っていって、やっぱりみんな健康であってほしい、エニタイムのモットーであるその Get your healthier place という、要するに普通の人をより健康なところへ、まあ、導く、僕らは水先案内みたいなもんで、日常生活が変わっていきますよね。自分の時間を作って変わります、ね、そこでトレーニングして自分が変わりますもんね。あの満足しますよね、やっぱり自分が思ったことを やれたとか、あるいは僕はいつも話すのは歯磨きみたいね、気がついたらやってろって言うんですよ、別にこれから歯磨かなくちゃっていう人よりも、多分もう気がついたら、全員とは言いませんけども、まあ、朝起きたら食べたら磨く、寝る前には磨く、だフィットネスも同じように、気がついたらそこにいたってんでいいんですよ、そこに今日は何キロ痩せるぞとかね、そんな大きなすごい目標ではなくて、やっぱり自分が決めたことをきちんとやり、そうすると人間欲望がいっぱいありますから、次へ次へ行きたくなる、で最終的にはみんな健康になる。僕はいつも言うけど、体の健康よりもやっぱり心の健康がないと、こうなんていうのかな、単にその筋肉つけましょうとか、何キロ痩せましょうという話ではなくて、一番大事なあの心身ともに健康である。一見健康そうに見えても中が病んでる方はいっぱいいます、まあ、私も含めてなんですね。だそういうところにね、貢献できたらいいと思ってるの。続いては新体操でインターハイ出場の経験を持つ番組 MC 菅原恵里がエニタイムフィットネス恵比寿店を潜入レポート。その模様をご覧ください。さあ、ということで恵比寿にあるエニタイムフィットネスさんにやってきました。早速行ってみたいと思います。失礼します。お、開かない。ここで加藤さんがお話ししてた鍵が登場です。ここかな。開きました。お邪魔します。失礼します。こんにちは。お待ちしておりました。岡崎さん、はい、すごく綺麗ですね。そうですね、はい、去年の3月オープンしたばっかりなので1年ぐらいですね、はいはい、こうなんて言うんでしょう、すごくまとまってコンパクトだけど、はい、機器かなり充実してますよね。そうですね、機器としてはですね、手前に見えてるのが筋力トレーニングのマシンですね、はい、あと奥に並んでるのが有酸素系なので脂肪燃焼とかに使うようなマシンですね、はい、あとは上級者向けのフリーウェイトなんかもコンパクトにまとめております、はいはい、そして気になったのが、はい、私他のジムもこう見に行ったり使ったことがあるんですが、はいはい、トレーナーの方
いらっしゃらないですよね。そうですね、専属のトレーナーは常にいるってことはないんですけど、まあ、簡単なマシ案内だったりとかオリエンテーションはスタッフが行っております。で、基本的にはセルフトレーニングで自由に使っていただいて、まあ、いつ来ても好きなようにトレーニングができるという環境を整えております。そしてこちらは気になる2枚なんですが何でしょうか。はい、店舗の利用時間の混雑状況を示しています。上が時間ですね、はい、で下が曜日ごとの混雑時間が表記してありますので、まあ、空いてる時間を狙ってトレーニングをしていただけるかなというところで表示しております。はい、各店舗でこれはやっぱり違うわけですよね。そうですね、これはまあ恵比寿店独自ですね。店舗ごとに違った、まあ、混む時間帯も違うのでそれは店舗ごとに出しております。もうこれだけ見やすいと自分がこうどの時間に来たらいいかなっていうのも考えやすくなります、ね、そうですね、はい、なので混んでるのが嫌なって方はもう空いてる時間を狙って来ていただけるかなというところですね。そしての幅が狭いんで、狭いもう少し開きましょう。こうかな、ちょっと開きます。真ん中ぐらいで大丈夫です。はい、まっすぐ少し胸の内側に行く。そうです、厚めるようになりました。胸を開いた状態から胸を厚めていく。肘の曲げ伸ばしではなくて胸のトレーニングから真ん中から厚めていく。開いたところからこっちに向かってぐーっと厚めていく。右側にですね、見ていただくと、はい、今やった回数が上に表示され、今7回やります。だからトレーナーがいなくても数数えてくれる。あ、嬉しい。そう、夢中になってると忘れますもんね、回数。なるほど。エニタイムフィットネスさん利用されていかがですか。そうですね、いつでも僕結構仕事が不規則だったりとかするん で、うん、でまあ、空いてる時間に来れたりとかするんで、それがいいですね。で結構海外とかにも行ったりとかするんで、その際に現地のジムとかも使えたりとかするので非常に便利で重宝しています。ちなみに海外はどの店舗行かれますか。僕はシンガポールに会社があるんですね、はい、でそこに行ったりとかしてるんで、また明日も行くんですけど、その際に使いたいとかするんで、結構シンガポールだともう各街にインターンフィットネスがあったりとかするんで、うちから近いので、はい、もう着替えてそのまま来れるからいいかなと、はい、で24時間だし好きな時間でできるから、はい。実際に施設ご覧になってどうですか。でも綺麗ですよね、新しいし、だからで、なんかセキュリティも安全だって言ってたから、女の子一人でも夜中とかでも大丈夫かなと思って。土屋さん、やはり利用されてる方若い方多いですね。そうですね、うん、うちのクラブの会員構成なんですけど、はい、20代から40代の方で 85%、 9割近く占めています。でまた性別の方は男女比で7対3で男性が多いというのが特徴なんですね。そういう意味では、はい、いわゆるスポーツクラブ、総合スポーツクラブの会員構成とは随分異なる会員構成になってますね、はい、そしてやはり気になるのがカメラの台数の多さ、セキュリティがやはりしっかりされている。 ありがとうございます、はい、一応カメラに関しましては、まあ、資格を作ってはいけないので、まあ、その建物、まあ、店舗によって異なるんですけども、まあ、資格を作らずですね、全部エリアを抑えるということです。ですから我々が提供するのは、まあ、メンバーの方にですね、まあ、安心で安全で快適にワークアウトできる環境を提供するということが重要になってますので、その辺はしっかりやらせていただいてます。私たちには夢がある。美容業界を変えるという夢、美容機器を販売するだけでは何も変わらない。だから私たちが変える。販売するだけで終わらずに販売後も経営支援をする。約束します、誠実な支援を。私たちは知っている。信用こそ力。いつの時代もそれが世の中を変える力になるということ。美容経営者様、一緒に挑戦しませんか。販売後も経営支援をする、エストラボ。エニタイムフィットネスさんでは、アスリートの方のセカンドキャリアっていうのも積極的に、はい、採用されていると、はい、実際個々の名前は挙げませんけれども、意外とその日本チャンピオンだとかいろんな分野でもう何人かおられます。で僕らはそういう方たちにですね、従業員としてもちろん働いてもらうんですけど、例えば試合に行きましょうというと出張扱いにするんですね。
ああ現役の選手なんでということですか。交通費も出して、なるほど、どうぞちゃんと行って頑張ってくださいという、まあ、そういうね、あのサポートじゃないですか。サポートですね、完全な。ただ、ね、大手のようにすごいお金を出してっていうことはできませんけども、はいはい、でも職場を与えて、うん、で自分の試合をしたいときはちゃんと仕事の扱いで出ていけて、うん、で勝っていただければね、もちろん僕らは嬉しいし、うん、負けたにしても続けられる、うん、というところではいろんなあのスポーツ選手は応援したいですね。それはありがたいよな。いいですよね。一番スポーツ選手が困るところですもんね。そうですね、そう思います。あの特に有名な方でもですね、うん、あのリタイアした後の生活を見ると意外と悲惨なものがありますので、そこなんですよ。そうにならない、ならないように僕らのジムに来ていただければですね、あの僕らが一番大事にしている普通であることの喜びを感謝できる、うん、だから今回いろんな、ね、熊本に悲惨なことが起きてますけども、はい、ああいう体験をすればですね、本当に毎朝ちゃんと起きてご飯食べて、はい、まあ、会社行くなり学校行くなり、あるいは家で新聞読むにしても、そういうことがどれだけ貴重かということを、そういうアスリートの方、アスリートの方にね、もし学んでいただける機会があれば、僕らのジムとしては非常にいいなと思い、まさにあの社会に貢献したいっていう思いで始めてますから、そこは叶えられるような気がしますね。いや、まあ、以前アスリーターからすると、はい、ぜひともお願いしたいっていうね。もう喜んで。いや本当なんですよね。そこが一番の我々の業界の課題でもあるんだよね。でスポーツ選手って本当にみんなシャイな人が多いですけど、はい、みんなすごい努力してるわけじゃないですか。よく勉強して有名大学に変わるのも褒められますけども、僕はそれ以下でも以上でもないぐらい本当にみんな努力をして自分の目標に向かっていって。まあ、みんなが優勝できたりとは限りませんけれども、うん、でも負けてもそういうね、貴重な体験を出た人を会社の人材に雇えるなんて、こんな、うん、雇う側としてはですね、雇うというか来ていただく側としてはこんなに嬉しいことないので、なかなかそういうふうに言っていただけなくて、ただ本当にそれは感謝するとともに、やっぱりね、なんかこう自分も体鍛えたっていう経験がある、その環境に戻れるっていうのもまたいいですよね。全然違うスポーツでもフィットネスの方でも、何か普通にこう会社に、他の全然未知な会社に行くっていうのと不安感が違いますね、うん、これなら覚えられるかなっていう感じがしますね。そうですね、元スポーツ選手の方ってよく、まあ、運よくちゃんとね、うん、企業に就職される方も多いですけれども、もちろんそうですね、でも得てして運動してきたことを忘れてしまう、うん、そういう環境じゃないんで、いやもうとにかく残業が忙しいとか、むしろ体壊してしまう、そういう方はもうどんどん来ていただきたいですね。ありがとうございます。本当に人々が抱える日々の運動不足だけでなく、アスリートのセカンドキャリアにも尽力し、フィットネスクラブに求められるニーズに応え続けるため、今なお走り続ける加藤薫、そんな男が描く今後の展望とは。季節して偶然に一緒になったっていうのは2020年のオリンピック、はい、で我々あの創業ちょうど10周年になる、僕らが先に決めてたんですけども、後からオリンピックが来たんですけど、でも、まあ、せっかくね同じ年なんで、うん、その2020年に500店舗にしようという、まあ、目標を挙げまして、今みんなで努力してます。ただ何度も言いますけども、数ではないんでね、やっぱりどれだけ質のいいっていうかな、本気で通ってる会員さん、ファンの方がいるクラブでなければ、僕らキャッシュレジスターじゃないんでね、だそこはやっぱりきちんと、うちの社員にも事業は大事です、うん、これはあの将来の投資するためにも僕らもちゃんと利潤というのは生まなきゃいけないし、でも必要以上あると、まあ使い方間違えるのが人間ですから、まあほどほどっていうんですかね、まあそれを目標にして、まずは500店舗やりたい。500店舗も私が別に青空にこう書いた数字ではなくて、先ほどあの触れましたけども、まあ日本でのフィットネスに関わる対人口比として、まあ 3% って言いましたけど、まあそういうのを追っていって、で僕らがそのクラブを開けれる条件のいろんなあるんです、うん、何十種類もそのチェックポイントあるんですけども、うん、一番の基準はやっぱり人間がいないとダメということで、人口ですよね、うん、あ人口分布から追っていって、まあ、各都道府県みんな出したいねって言って、まあ、それをまあだんだん7回ぐらいにしていっても、もっと出るんですよね、うん、で、まあ、500ぐらいだったら
まずはインパクトもあるでしょうし、認識度ももっとたま、まあそこで本来は伸びるんであったら僕は質を伸ばしたい。であとですね、まだ表にはいろいろ発表してませんけど、先ほどまでは僕はずっとの精神面の話が多かったんですけど、事業の具体的な、まあ、技術面も含めた話をさせていただくと、その500店舗作るというのはもちろん数の目標ですけども、これからはですね、よく皆さんジム行きますよね、一番人気ものはまあこの僕らトレッドミルというランニングマシンというんですかね、でもあれを使う頻度と iPhone あるでしょ、自分で iPhone1 日何回使うと思います？絶対 iPhone の方が、男性だったらポケットから何回取り出すか、あれとトレッドミル比較したってこっちの方が絶対多いんですね、で僕らがやろうとしてるのはさっき言った PT なんかに関してもですけど、これはもうアプリを作り、まあ、今現在アメリカでも加工中ですけど、そうやってクラブにいる時もいない時もつながろうという、そういうアプリケーションを作りながら、ジム来ない時でも例えばね、自分のリビングにゴロッとした時に携帯電話というか、電話じゃないか、モバイルデバイスというんですかね、それをポッと置いてやれるようになるし、あとスケジュール管理もできますよね。だから今ある技術というのはまあデジタルのテクノロジーって言いますけども IoT ですけども、これは僕らの中でもどんどん取り入れていきます。ただ表にはあまり言わないですよ、僕らはそれを売りにしてるわけじゃないんで、ただよりよく便利になるためにはどうしても必要なことだと思うので、あえてその難しい、僕にしてみれば全然ちんぷんかんぷんの世界ですけど、でもそういうものをちゃんと積極的に取り入れて、さっき言った変えたくないもの、これはやっぱり会員さんみんなの健康でこれを願うことと、その会員さんがいらっしゃる地域がより健全になるということ、このため以外のものは何変えてもいいんで、多分その辺は七変化じゃないですけども、僕は臨機応変に変えることは全然気にしてませんし、よく朝礼朝会もありだなと言われますけども、そこはやっぱり必要に応じて、世の中変わって僕ら変わんなかったらこれは無理ですよね。その辺のフレキシビリティは失いたくない、まあ、そうやってれば500はできるんじゃないかなと思ってますけど、素晴らしい、社長からボンと出てくるよね、この行動力っていうのがね、今日は本当にありがとうございます。ますます健康な日本を、ありがとうございます、作っていけたらと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション、大事なのは大人が子どものそのままを受け入れ、そのままで良いということを心から伝えることだったのです。そうすれば大人が望むようにではなく、子ども自身がなりたい自分にどんどん進化していくのです。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、今日から子どもと心が通う魔法の言葉。この本を書いたのは現役私立中学校教諭の木下サンタさん。木下さんの実体験をもとに、すべての人に当てはまる幸せになるための究極の法則を書き綴った一冊です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。